平野紫仕様のエルジャポン表紙発売前からバカ売れ。ファン熱狂の舞台裏。日本の人気アイドルグループ、キングピンスの元メンバーである平野仕様がエルジャポン11月号特別版の表紙に登場し、その発売前から異例の人気を誇っている。今回の特集では、 平野の新たな一面がファッションポートレートとインタビューによって紐解かれ、その内容に期待が高まっている。一方で、発売前からの要約殺到や事前抽選販売の告知など、ファンたちを興奮させているエピソードも多く見られる。エルジャポンの魅力、平野紫耀が表紙を飾るエルジャポンは、すでに発売前から異例の人気を誇っている。 過去の実績からもわかるように、彼の表紙が付く雑誌は通常よりも高い売り上げを記録しており、その中でも、カバーガール大賞では3年連続首位を獲得するなど、その存在感が際立っている。今回の特集では、ルイ・ヴィトンの洗練されたファッションポートレートとともに、独占インタビューが組み合わさり、平野の新たな魅力が存分に引き立てられている。 平野の活動の変遷、ジャニーズ事務所を退所してから数ヶ月、平野は、飛べ、という滝沢秀明氏の新会社に合流し、精力的に活動している。インスタグラムを通じてライブ配信やファンとの交流を図るなど、自身のファンとの絆を大切にしている一方で、メディア露出はこれまで限られていた。 しかし、その中での活動がファンを待望の気持ちにさせており、その期待感が爆発的な盛り上がりとなった。エルジャポンの発売前騒動、エルジャポン11月号特別版の発売前、情報解禁と同時に予約が殺到し、出版社の公式サイトは一時的にサーバーダウンするなどの異常事態が発生した。 これに加えて大手書店では異例の事前抽選販売が告知され、ファンはさらなる熱狂に言い入れた。具体的には特定の書店では抽選券の配布から販売までの流れが告知され、その独自性が注目を集めている。 事前抽選販売の舞台裏、発売当日に多くのファンが押し寄せることが予想される中、一部の大手書店では事前抽選販売が行われることが発表され、その仕組みが注目されている。例えば、梅田塚屋書店では抽選券が配布され、当選者のみが特定の時間に限られた数量の雑誌を購入できるという。同様に、 木の国屋書店流山大高の森店でも25名の当選者に限定して販売されるとのこと。これにより平野の人気が抽選まで及んでいる様子が伺える。ファンの反応、ファンはこれらの情報に大いに興奮しており、平野市を恐るべし、どえらいことになったね、企画外すぎる、といったコメントが SNS へ出会い次いでいる。 一方で、特定の書店での事前抽選販売に対しては、これは争奪戦になりそうだ、当たるかドキドキだけど、行く価値あり。といった期待と緊張感が交錯している。平野市用のエルジャポン表紙は発売前から異例の人気を誇り、一部の書店では事前抽選販売が行われるなど、驚きの展開となっている。 これは平野の持つ強力なファンベースとその新たな姿に対する期待の現れと言えるだろう。ジャニーズ事務所を離れてからもその活動は精力的で、今回の特集が彼の新たなスタートを印象付けるものとなりそうだ。発売日を迎えるファンたちの熱い期待が L ジャポン11月号特別版の成功を後押しすることは間違いない。